はい、こんばんは。えー、本日この回はですね、えー、東京都知事選ですね、その野党側の候補が決定しました。えー、立憲民主党の参議院議員の蓮舫さんですね、えー、蓮舫さんに決定いたしました、まあ。そのことをお話ししたいと思います。えー、で本日ですね、午後2時から、えー、立憲民主党本部でですね、蓮舫さんの記者会見がありました。 えー、でですねまあ僕もそれに参加してですね、えー、まあこれ小池百合子さんね、えー、現地の小池百合子さんと違ってですねまあ僕のようなねフリーランスの記者も含めてですね、まあ、会場に、ね、入れたので、まあ、記者会見場はですねかなりの人数のね、えー、記者たちがですね集まりました、えー、その中でこう質問はですね えー、これは小池百合子さんの学歴詐称問題ですねそれから、まあ、神宮外苑の再開発問題とかですね、まあ、東京都の抱える行政問題これにですね、えー、質問が出ました僕自身ですねもうこの会見にね、えー、参加してですねこれね最初ね僕ねあの会見場これぎっしり埋まっていて最高列ですね、えー、かなり後ろの方、まあ、最高列に座っていたんですけども まあ会見始まってね、まあ、質問が始まって、えー、これはね、まあ、とてもこれではね、手を挙げても、えー、当たらないなと、質問できないなと思ってですね、えーまあ、あおもむろに立ち上がってですね、会見場の,、ね、この脇の方をずっと歩いていって、まあ、最前列に出てですね、えー、そしてこう立ってね、立ったままですね、手を挙げて。 でまあいろいろとですねあのまあ司会のですね、えー、手塚さんにですねまあいろいろこう手を振ったりいろいろしてですねまあ注目を集めさせて、えー、そしてやっと最後にですね質問できましたで僕が質問したのはですねこの当然ながらですねこの小池さんのですね学歴学歴者差少問題ですねまあこのことについてねこれはですね当然ね、えー、この東京都知事選で まあ、小池さんの相手方としてですね、これからまさに一騎打ちに出るわけですよね。なので、これは当然ながらですね、えー、しっかりとしたこの見解を表明しなければならないんですね。うんえー、つまり、小池さんの学歴詐称問題、これをどう捉えているかということですね。うん、これはねまあ えー、質問したんですけども、まあ、蓮舫さんはね、えー、あくまでですね学歴詐称問題は、えー、小池さん個人の問題であると本人が答えるのが筋であるというようなね、まあ、そういうスタンスをねこれはね、まあ、こういう答え方というのはトライ用によっては当然といえばね、まあ、当然の答えではあるんですよね。うん まあ確かにね、最終的には小池さん個人がですねこれはっきりさせなければ、ね、いけない問題なんですよね。うん、そしてね、えー、この相手方がですね相手方が選挙で戦う相手方が、えー、この問題を、ねまあ、言,い言い募るということは、まあ、言ってみれば敵方の,、ね、この敵質に乗じてですね、えー、そして得点を重ねていくと、まあ、そういうような、ね、この見方もできるわけなんですよね。 うん、だけどこの問題はねそういう甘い問題じゃないと思うんですね。うん、これは何度かね、えー、説明しているようにですよこの小池さんはですね1976年からこの学歴詐称をですね言い続けてきたんですよ。ね、それでね、えー、この日本のねこの政界をですねずっと泳いできたわけですよ。ね、うん でね、こういうですね、しかもね、公人中の公人ですよ。東京都知事ですからね。うん。で、こういう時にね、この現代、現代日本に生きているね、我々ですよ。我々。ね。うん。我々自身がですね、問われているんですよ。そのね、学歴詐称、嘘。これは誰が考えても明,快に明確に嘘と分かる嘘を、それをそのままにしておいていいのかという問題ですよ。ね。 うん、これ後で振り返ってね、えー、何十年後かのね日本人が振り返ってですよ「あの時代の日本人って本当にいい加減だったよね」「あんな学歴詐称をずっと許して東京都知事参戦までねされちゃうんだもんね」ぜ「もう全然なんちゃうかな正義感も何もない時代だったんだね」というふうに言われますよまずそう言われることは間違いないと思いますよね。うん、つまり問題は えー、小池さん自身の問題というよりももうむしろ我々現代に生きる日本人の責任問題なんですよ。ね、ああつまり、えー、この問題をですねこのまま目をつぶって許し,許していていいのかどうかという問題なんですよ。ね、問題はね、えー、このエジプトからねエジプトから帰ってきたね、えー、24歳の、ね、女性がね えー、思うがままにですよカイロ大学卒業なんてね、えー、そういうふうにね、えー、言っているような段階状況ではないんですよ。今や東京都知事となった、ねえー、人ですよ人間ですよそれがいまだにねカイロ大学卒業という嘘をつき続けている、ねうんえー、そしてあらゆる状況から見てですよ これ小池さんは卒業してないというのはもうこれ明快なことなんですよね。それをですね、このまま目をつぶって許していていいのかと。ね。うん。現代に生きるね、ジャーナリストの我々、それから、えー、日本政界に生きる政治家の方々、ね。それを許していていいのかという問題ですよ。ね。うん。 ね、まあそういうわけでね我々ね,、えー、ね現在現代に生きるジャーナリストもですよ自ら判断してそれぞれの責任において小池さんの学歴詐称の問題これを問題視して指摘し続けているわけですよ。ね、うん、で、えー、蓮舫さんという人はですよお野党を代表する政治家でありですよ。そしてこれから小池さんとね 都知事選というね、この非常に大きな選挙でで一騎打ちすする人間ですよ、ねうん。そういう人間がですよ、ね、こういうね、えー、この問題にね、学歴詐称の問題に関して、確固とした見解、ね、これをね、言わなければいけないわけですよ。これむしろ責任なんですよ。見解を言うのはね、社会的な責任なんですよ。これ逃げてはいけないんですよ。 自分で判断して言わなければいけないんですよ。ねということで、この問題に対する確固とした見解が求められているんじゃないかと、と僕はあ最後に聞いたんですよ。ねしかし、それでも蓮舫さんは、小池さん個人の問題ですと、ねうん。小池さん自身がそれをはっきり言うかどうかというような問題ですというような、ね、答え方。これを変えなかったですね。うん ね、このね、えー、蓮舫さんのね、えー、本日のこのですね、えー、会見ですね、まあ、この学歴詐称問題も含めてですねどうもねこの東京都知事選に出る抱負であるとかですね、まあ、政策的なことですね、うん、これ東京都の政策ねそれも合わせてですねちょっとね詰めが甘いように感じましたですね。 うん、でもね、これ僕ね、考えるとですね、やはりね、えー、この蓮舫さんにですね、この野党側の候補、ねこれ決定したのがですね、やっぱりね、遅かったんじゃないか、まあ、急に決まったんじゃないかとというふうに思うんですよ。なので、政策的なこととかですね、そういうことの詰めがですね、やっぱり時間的に、ね、足りなかったんじゃないかっていう気がするんですよね。ああそういうい気がします だけどね、これはねあのー、小池さんね今ね、あのー、相当何て言うかなこの学歴詐称問題も含めてですね、えー、相当逆風が吹いていますのでねこれはね相当の激戦になると思いますね激戦になると思いますねあそしてね、えー、この記者会見ね僕が出ましたんでですね蓮舫さんがどういうふうにですね、えー、決意表明をしたか それをですね、まあ、僕のメモを見ながらね、カイツマンでまずね、報告したいと思うんですね。うん、で、霊宝さんはね、まあ、一番最初ね、こう会見場に入ってきてですね、うん、まあ、背筋を,を正してね、あのーうんうん、メモをもう見ないでですね、えー、いろいろ語り,語りました。こういうふうに言ってましたね。えー 自民党のの政治と金の問題は、はこれは非常にこう急務であります。私は予算委員会でもそれから政治倫理審査会でも例えば世耕さんに対してずっと問うてきましたしかしその答えを聞いていると、まあ、本気で改革しようという感じは感じられませんでしたそういう意味で本当に怒りを感じました えー、今の自民党の改革案とかそういうものを見ますと本気度が全く感じられません、えー、そしてそのためもあって、えー、この前の衆議院の3つの補選、えー、これでも、えー、私たちの仲間の立憲民主党の人たちが当選しましたそして、えー、昨日の静岡県知事選でも、えー、野党側を 国民は選びました。これでもう国民の声ははっきりしています、えー。そして今の自民党、これは裏金の自民党です。これに手を貸す小池さんにストップをかけること、これが私の使命です。ということですね。うん、で、えー、振り返れば2016年、小池さんが 東京都知事選に初めて出た時都庁のブラックボックスこれを壊すつもりでやりますというふうに蓮舫さんは決意を語りました蓮舫さんじゃない小池さんは熱意を熱決意を語りましたそういう小池さんは私の目には非常にまぶしかったしかしけれどもその時言った7つの公約 それは一体どこに行っちゃったのでしょうか、えー、そして、えー、今今のおお都庁のおやり方を見ていますと、えー、この東京都庁のビルに、えー、プロジェクションマッピングをしたり、えー、小池さん小池東京都知事の露出度だけが高まっているそういうふうにしか見えませんそして、えー、今度8年ぶりに 東京の防災ブック、えー、これがあ改訂されました、えー、それを見ると、えー、この防災ブックが地家庭に1個配布されたのですが、えー、小池さんの顔写真が、えー、出ていますこれは、えー、まさに小池さんの選挙運動と言ってもいいようなあことと捉えてもいいんじゃないでしょうか えー、ということですね。これね、防災ブックというのはですね、防災ブックというのは、えー、これはね、2月だったかな。これ2冊のね、防災ハンドブックですね。これがね、えー、東京都民ね、えー、全世帯約750万戸にですね、無料で配布されたんですよ。ね、無料で配布されているんですね。うん、でね、これね、まあ、無料ですよ。無料ってことは相当のお金かけましたよね。 でハンドブックは東京防災とか東京暮らし防災とかいうねまあそういうねものなんですけどもねうんまあ中身的にはそういうねまあすごいね驚くようなものでも何でもないですよねそしてそれにですね、えー、この小池さんの,このチラシというかな小池さんの写真がドーンと出てドーンと入っているチラシがね1枚入ってるんですよね、うん 都民の皆様へとか言ってね小池さんのこうコメントがいろいろ書いてあるわけですよね、うん、でこれもですよまさにねなんでその小池さんのねこのなんていうかな写真がドーンと出なければいけないんだっていう話ですよね、うん、そしてその配布のタイミングはですねまさに小池さんの、えー、任期満了に伴うね選挙の告示これが六月二十日投開票が七月七日 と決まっったた直後だったんですよ、ね、うんというようなことでね、これはね、まさに露骨な慈善活動じゃないかと、事前運動じゃないかと、えー、というような捉え方もね、している人もね、えー、結構いるんですよ、ね。こういうようなことをやっていいのかと。ねまあ、蓮舫さんもね、蓮舫さんもこれにね、違和感を持ったわけですよ。ね そしてこれをね、えー、今日の挨拶でも指摘していました、ね、そしてさらに蓮舫さんもね、えー、こういうふうに言っていましたえー、っとね、えー、まあこういうふうに無駄なお金を使わないで私自身が都知,都知事になったとすればこういう予算を減らしそして、えー、そのお金で 今まで光の当たらないところにいた人々それに食べ物でありますとか安心でありますとかそれから子たには教育ををこれ授けいいと思ってます私自身はその政治活動において行政改革行革にすごく力を入れて政治活動をやってまいりました。 えー、この行革で、えーえー、浮いたお金を、えー、光の当たらない人々に、えー、重点的に、えー、重点的に捧げるような、えー、東京都でもそういう政治をしたいと思いますとそして、えー、小池さんの8年間8年間のこれまでの東京都庁 のこの政治を見ますと、一体東京都の政治をどう変えてきたのでしょうか。結局、小池さんのやり方を見ていると、えー、東京都政というよりも、国政進出、国政に進出する、そのために希望の党というものを作り、そして結果として野党の分断を招いた、それだけじゃないでしょうか。 これは結局自民党を利したあそれだけのことで終わったと思います、えーえー、特に最近では、えー、自民党の萩生田さんのお膝元である八王子市長選、えー、ここに応援して、えー、自民党を勝たせました、えー、そして、えー、昨日の東京都の補欠選挙でも自民党を押していました 結局、自民党と二人三脚でやっている政治、これが小池さんの政治です。小池さんは発信力も、発言力、発信力も、それから存在感もあります。大きい人であると私は思います。でも、えー、その変わり身の速さについ変、変わり身の速さに私はついていけません。私は、 えー、そういう,う変わり身の早いそういう政治をリセットするために、えー、私は出て、えー、小池さんと戦いたいと思います私は小池さんに問いたいと思います今、えー、公約、えー、7つの0あるいは12の0それは一体どうなったのか、えー、それを私は問いたいと思います思い,ついたか思いついたかのような政策 公約についいいてて説明を聞いてみたいそして、えー、今、えー、都知事参戦ということで、えー、6月20日の告示の、えー、都知事選に小池さんは出ますが自民党と一緒に行動している今そのことをどういうふうに考えているのかこれはぜひ聞いてみたいと思います。えーえー 私は、えー、自民党の裏金これは絶対に許しません。私は反自民、非小池、えー、都政、えー、ということを基本姿勢にして臨みたいと思います。まあこういうようなね挨拶でしたね。うん。こういうような挨拶でした。ね。まあ僕はざっとね、今ね。 あのー、僕のメモに基づいてね、えー、蓮舫さんのね挨拶をですねちょっとね、あのー、再現してみたんですけどもまずねこの中でね重要なところはねまずね、まあ、第一にですねこの蓮舫さんは裏金の自民党これはまあ絶対に許さないとそしてこれに手を貸している小池さんにストップをかけることですね、えー、今小池さんは自民党と 二人三脚でやっていいるということですね、うん、でこれについてあのー、自分は蓮舫さんは小池さんにも聞いてみたいとどうしてそういうことをやってるんだとだって2000さっき、ねえー、蓮舫さんの挨拶の中で言ったように2016年にね一番最初に小池さんが出てきた時はこれ東京都政のですね、えー、この福間殿ですねブラックボックス これを壊すそのたために出たということとなんですねところが今や、えー、もうその小池さん自身が含まれブラックボックスになっちゃってそしてさらに自民党と二人三脚でやっていると,、ね、ということでこれを、えー、ストップさせることこれを壊すことそれが蓮舫、えー、さん、ね、自分自身の役割であると使命であるとというふうに捉えてるということですね。うん つまり小池さんと自民党はもうイコールなんだと。ねうん、で、蓮舫さんはとにかく自民党に対峙してきてですね、えー、自民党政治はいかんと。えー、つまり、えー、裏金政治ですね。はっきり言えばな、まあ、はっきり言えば利権政治ですよね。これは許さないと。まあ、これ当然ですよね、うん。で、小池さんは今それともうイコールになってしまっているとで。それを、それにストップをかける。それを壊す。それが自分の役目だ。 ということで、これもはっきりしてるわけですよね。その立場というものはですね。そして、その小池さんはですね、この8年間、一体何をやってきたんだということですよね。うん。最近ではもう、プロジェクションマッピングしかやってないんじゃないかということですよね。うん、そして、結局、小池さんがやったことは何かといえば、東京都政というよりも、国政進出のために、希望の塔を作って、 結果的にね、野党を分断させて、自民党を利したということですよ。まあ、これはね、まあね、えー、まあ誰が見てもですね、そういうふうに映ると思うんですよね、うん。このね、捉え方は正しいと思いますね。まあ特にね、蓮舫さんね、うん、これはね、まあ、蓮舫さんも含めてですよ、えー、これは立憲民主党の方ですね、えー、つまりね、えー、最初は希望の党を作って、 えー、そしてねこれにね一番最初、えー、当時民進党だったかな、えー、代表の前原さんがね小池さんと、まあ、つるんでっていうかな、まあ、話をして、えー、そして、えー、民進党がごっそりと小池さんのところにですね移るとそしてまあ小池さんとね、えー、一緒になって希望の党を作ってね えーまあ、二大政党制のもう一自民党のねもう一つの塊を作るという狙いだったんだけどもそこで小池さんがですねあのー、これ排除の論理をね言い出したわけですよ。ね。うん、排除の論理ね。うんえー、つまりね、えー、この安倍さんが言っていたね、えーえー、この安全,保障法安全保障法ですね安全,、うん、安全保障法ね。 えー、逆に言うと戦争法というふうにね、えー、もう言われましたけども、えー、それによるねこの、えー、集団的自衛権ですね、まあ、それについてねそれを認めるのかどうかとかね、まあ、踏み絵をね、あのー、出したわけですよそしてそれに反対する人は排除しますというようなことをやったわけですよねねっ、まあ、それは蓮舫さんとかね、まあ、これはまあ枝,枝野さんがね当時、えー、ね、えー、中心になったわけですけども まあそういうのはね、とんでもないということで、立憲民主党をね、作ったわけですよ。ね、ということは、まあ蓮舫さんにとってみれば、もうとんでもない宿敵。宿敵どころかね、えー、これはまさに恨みの敵ですよね、うんえー。ということになるわけですよ。ということは、これはね、蓮舫さんと小池さんというのは、もうこれ宿命的な対決ということがね、言えると思います。この観点から言えばね。うん つまり希望の党の騒動ですね、うんで、排除の論理で排除された蓮舫さん,、ねうん。それに対して小池さんはその排除した側。それがこの2024年のね、夏のこの東京都知事選でですね、宿命の対決ということになると思うんですね。うん、ねそしてもう一つはね、これ、ね、蓮舫さんがね、 えー、言っていたこの重要な点というのはやっぱりねこの小池さんに対するね何て言うかな小池さんの人間性ですよねうんこれもね蓮舫さんの見方は僕は正しいと思うんですけどもね、うん、小池さんのこの変わり身の速さね変わり身の速さこれはついていけないですよこれはね誰もついていけないと思いますよね、うん、変わり身が速いね 昨日ああ言ったかと思ったら今日は全然別のことを言う。ね。うん。それにはついていけませんよ、これは。ね。うん。これはついていけないですね。うん。これね、うーんとね、まあね、東京、東京都の OB で、有力 OB であるね、沢明さんとの対談でもね、触れましたけどもね。例えば築地市場の問題にしてもですよ。ね。 ああもう二転三転してるんですよ小池さんがね,、うんねえー。今日は築地の方をね築地を残すということを言ったと思ったらね,あね次の日はもう豊洲に行くみたいな、ね、ことをね二 <laughs> 転三転しちゃったわけですよね。うん、ねそういうふうにね変わり身があまりに早いので普通の人はついていけないですよ。ねね、そういう何ていうかな統制それをリセットするために 自分は立つんだと。ということを蓮舫さんが言ったんですね。まあ、それはね、正しいと思いますね。うん。ね。そして最後に、まあこれキャッチフレーズ的にね、自分は、え反自民。まあ反自民というのはね、これは蓮舫さんがね、ずっと貫いてきたね、えー、この政治のスタンスですよね。反自民。そして非小池都政。ね。これで臨みたいと。というふうに言ってるわけですよね。まあということでね、まあ、 えー、言ってることはあこの決意表明で、えー、つ言ってることはこれはもう一貫してますよねうんきちんときちっとね一本筋が通ってますよねうん筋が通ってますよねでねこれねまあ一本筋が通っていてですね、えー、そしてこれがね、まあ、蓮舫さんがねここに来て、えー、それをねまあ,あ語ってそして 立候補するということですね。これはね、まあ、どうしてね蓮舫さんがね、急に決ま,決まったのかということですよね。これはね、やっぱりね、この挨拶の中で、決意表明の中で蓮舫さんが語っているように、やっぱりね、4月28日の衆議院の3つの補選ですね。これ以来ね、 自民党へのですねやっぱりね国民の支持というかねそれがね全くないということがもうはっきりしたわけなんですよねはっきりしましたねこれやっぱりね裏金事件裏金脱税事件がものすごく大きかったですよねうんというのはねだってですねこれはね繰り返すまでもなく,、ま、で,もなくですよ 裏金をもらってですよ。政治資金収支報告書に記載しない裏金をね、たんまりもらってですよ。ね。<laughs> そして、それについてね、それがばれた後もですよ。現在もですよ。ね。1円も税金払ってないんですよ。それについてね。うん。で、政治家ってのはね、とにかく、政治資金というふうにすればね、もう何でもかんでも税金ゼロですからね。 うん、税金ゼロ。ね。えー、しかも、領収書もいらないわけですよ、それ。これね。どれだけ、どれだけね、国民と違うんだって話じゃないですか。しかもね、自民党の場合は今回はね、裏金ですよ、それ。そして、それについて、現在も、ばれてからも1円も払ってない。ね。どうですか、これ。この裏金脱税。そして、それがね <laughs>、えー、我々がね、 あの確定申告でねひいひい言ってる頃にその問題がねもう何て言うかな竹縄だったわけですよ。ね。これもうみんなのね我々のですねもう何て言うかなあの何、ー、て言うか脳裏にも刻まれてるわけじゃないですか。ふざけんなっていう言葉がね <laughs> ふざけんなという言葉がねこれはもうね絶対許しませんよこれは。ね。うん、なので自民党は何をやって って思った雨ですよもし自民党はねあのー、これからね、あのー、悪うございましたみたいな感じでね復活しようと思ったらねこれ裏金脱税議員ね今から税金払えって話ですよ。今から税金払えって話ですよ。だったら国民はああそういうことねみたいなことでね許す気持ちもね起きるかもしれないけどもバレてからでさえ1円も払ってないんですよ。 ね、誰が見たって領収書をかき集めてるのも分かりきった話じゃないですか萩生田さんなんかでたらめじゃないですかこれね解説しましたけどねうんなのでこれはね自民党はもうね全くねもう,これこれもうね、あのー、これ以降絶対にもうこれ支持は回復しないですよ絶対に支持は回復しないねうんこんなね 目に見えて税金をごまかすね、人間集団。こんなのにね、政権任せられるわけないじゃないですか。税金問題ってのは、明治以来のね、日本政治の最大テーマなんですよ。最大テーマ。ね。議会ってのは何のためにあるかっていうと、税金をどうするかっていう話し合いのためにあるんですよ。ね。それをごまかしてる人間集団、どうやって支持するんですか ねうん、そういうことですよ。ねうん、なのでこれ立憲民主党をね野党側に風が吹いているということですよ。ね、そしてそれはねえ特に昨日の静岡県知事選を見るとこれはもうね明快ですよね。うん、これはね立憲民主党国民民主党が推していた鈴木康智さんがですね自民党推薦の大村さんですね大村慎一さんを破って、ね、勝利しました。 ねそしてさらにそれを選挙を見ると共産党の候補も出ていたんですよねつまり野党側は2つにね分裂していたわけですよそれにもかかわらず自民党はね、うん、鈴木康友さんのですねよりもはるかに票を取れなかったもうこれはね完璧ですよねうんね完璧ですよねうん まあそしてね、これを見るとね、これ昨日もね、昨日もっていうかな、この、これね、今日ね、もう一本のね、動画ですね、これも上げてるんですけどもね、静岡県知事選ね、これを分析してね、喋ってるんですけども、この静岡県知事選を見ると、やっぱり立憲民主党と、それから国民民主党、これがやっぱり組むということ、それと、それとプラスして、共産党の協力。 これが必要だということですよ。これが揃って初めて自民党に勝てるということですよ。これがね、この静岡県知事選ではっきりしたということですよね。うん、ね、そういうことです。そしてね、えー、この小池さんね、小池百合子さん、百合子さんの様子を見るとですよ。これがもうね、もう必死なんですよね。必死。えー、前回2020年のね、都知事選では、 えー、告示6日前のね立候補表明だったんですよ。ところが今回はね、うん、これ5月29日ですね、えー、明日あさってですか、あさってね、に表明するということになってるんですよね。うん、ということは、えー、6月20日が、ね、告示ですから、告示22日前ですよ、ねうん。2020年の時は告示6日前だったんだけども、 今回は22日前ですよ、ね、それだけも必死なんですよ。必死。そしてさっきね、ちょっとね、紹介したように、この防災ガイドブックですよね。うん、ね自分の顔写真バーンと出してですよ。これをね、東京都の全校に配るって、配ったということですよ。これね、えー、事前運動じゃないですか、これ、ねうん。そしてね、この国政のね、衆議院の えー、この3つの法選のうちねこの東京十国ねえー、ここでね小池さんは自分の代わりに乙武さんけさんを出したわけですよね。で乙武さんはすごい惨敗しましたけども小池さんは最後までですねずっと乙武さんにですね付、えー、き添ってっていうかないやいや一体のようになってずっと続けました選挙運動ね。 それもですよ、今振り返ってみれば、自分のね、選挙運動と同じような感じじゃないですか。ね、選挙カーの上に立ってね、うん、ね、うん、東京都知事の小池でございますみたいなことをずっとやるわけですよ。ね、うん、そういうことですよ。それからね、昨日の東京都議、東京都議のね、えー、補選ね、ありましたね、うんえー。これは立憲民主党のね、えー、当選しましたよね。 そしして自民党候補が敗れましたねこれも象徴的なんだからなんですけどもね。うん、そしてそのポスターにですね、自民党敗れた自民,党コス自民党候補のポスターにですね、僕もこれじっくり見ましたけどね、小池さんの顔写真がバーンと貼ってあって、応援していますと。そういういね えー、つまり小池さんのね顔写真入りのこのシールですねこのぐらいの大きさのねシールがねドンと貼ってあるわけですよ。<laughs> ね。れ、ま、後から貼ったわけですよねこれね、うん。そこまでしてね自分のね、えー、顔と名前これをね売り込みたいというですねね、相当貪欲ですよね今回ね。うん、貪欲ですよ。これは小池さんがね必死だということですよ。 本当に必死なんですよ今回はね、うん、そしてねそういう今回のね小池さんの選挙はねこれ乙武さんと違って公明党が全面的にねバックアップするバックアップしてるわけですよ、ね、バックアップするわけですよね、うん、これ東京都議会においてですねえー、これ小池さんのね都民ファーストとねこれまあ今うまくやってますからねうんね で公明党が全面的に応援するということは、これ、創価学会のね、婦人部隊、ねえ、旧婦人部、今の女性部ですね、これがね、全面的に出てくるということですよ。大田さんの場合はねえ、このごまた不倫なんていうのがね言わ、言われちゃってね,ね、これ女性にね、もうすごいね、もうなんていうかな、あのー、敬,もう敬遠されましたからね、うん、創価学会のねえ、この女性部もですね、もう全く動かなかったわけですよ、ほとんどね。 うん、ところが今回はね小池さん動きますよこれね,、うんねえ。選挙でねただで動くのは風とね創価学会員だけというねえそういうなんていうかなまあ、川柳にも似たねこう言葉がありますけどもねそれがねまた動き出すわけですよ風と同じようにね。うんねうん、でそれに加えてねこれ小池さんの母体であるトミーファーストそして今回は ね、自民党も実質的に支援に回ってるわけですよ。ね。うん、自民党はとにかく、えー、小池さんには勝てないと。これ事前に踏んでるわけですよね。踏んだわけですよ。そして小池さん支持でいくと。ということになったわけですよね。うん。ね。これ出したところでね。自民党は絶対勝てませんよね。ね。だけどね。これはね。この自民党はね えー、支持しているということですね。支援しているということ。これはね、当然ね、これメディアのね報、報道するところとなりますよ。ね。で、これがね、果たして、小池さんにとって、プラスとなるのか、マイナスとなる,かなるのかということですよね。うん、まあ、普通考えればね、自民党の応援ね、これはもう、ものすごい大きなプラスになりますよね。だけど、今、 自民党のの応援を得るるとというここは、これはれね、ね。マイナスの効果もあるんですよ、ねね、うんつまりね蓮舫さんが強調していたように自民党イコール小池さんということになりますとねうん裏金脱税の自民党それと小池さんはイコールなのかとというねイメージとなるわけですよ。これがね一体どうなるのかということですよ。ねう 結局、ね、蓮舫さんが言うように、ねうん、小池さんは結局なり自民党じゃないかと、二人三脚じゃないかと、ね、あのふざけんなと、ね、その類の連中かと、で考えてみたら、えー、小池さんって自民党の国会議員だったもんなと、ねうんあ、これ同じ穴のムジナだなということになるわけですよ。ねまあ、無事にムジナがたぬきかよく分かりませんけどね <laughs>、まあ、そういうことになるわけですよね。うん でこれに対して蓮舫さんという人はねまあ自分のねこの知名度これはね知名度非常に相当高いですよね。でそれプラス野党側のの一致した応援がどううなるのかという問題ですよね、うん、でさっきちょっと言ったように立憲民主党ねそれから国民民主党これに加えて共産党が応援するそしてさらに令和とか社民党が加わる。 こうなれば、やっぱりこれはね、まあ、一丸となるということで、これは強いですよ。ね。えー、強い。ね。うん。ね。これはね、ある意味、島根一区と同じ、同じね、えー、構図となるわけですよ。そうなると、これはね、小池さんというのはまあ相当強いというね、このイメージがみんなありますよね。だけど、今回はそんな相当強いというイメージはないですよね。うん。なので、これは小池さんと蓮舫さんと、 相当の激戦となるだろうと。ということが想像されるんですね。うん、ね。そして今回ね、選挙全体の構図で言えば、ね、これに加えて、ね、えー、つまり蓮舫さん、ね、VS 小池さん、この構図に加えて、広島のね、秋高田市長、石丸真嗣さんですね、これがまあいち早くね、立候補を表明しましたよね。この石丸さんが加わって どのような表の分かれ方になるのか、これがちょっと分からないですよね。うん、で、石丸さんはね、えー、これ僕が考えるにですね、えー、石丸さんのね、こう言ってることをずっとね、えー、考えてみると、やはり日本全体の中に東京というのがあってね、うん、そして日本全体がね、まあ、人口動態から何から見て、ずっとね、縮小していく中で、東京だけが膨らんでいる。こういう構図で、 果たしててて日本は生き延びいいいけるんんだろううかっていう問題意識でですすすよよねこれがものすごく強いんですよ、ね、そのことを石丸さんはね、まあ、これから多分訴えていくと思うんですけども、ねえー、その中で、えー、蓮舫さん、そして、えー、小池さん、これがどういうふうなですね、あのー、イメージとしてね、この東京都民の目に映るのかね、うん、でこういうことも、ね、やっぱり注目していかなければいけないと思うんですよね。 まあそしてね、えー、最初に言ったように、東京都 G 戦、6月20日あ告示、そして7月7日投開票ですね。これは今回はね、本当に激戦になって、非常に注目されます。非常に注目される、ね。そしてさらに、これからですね、さらに動きがあると思いますねうん。ちょっとどういう動きがあるか予測できないところもありますよ。ね うん、なのでね、その動きがあるたびに、これはね、その都度ビビッドにですね、報告してい、えー、きたいと思います、えー。というようなことでね、えー、本日この回はね、これで終わりたいと思いますけども、最後にですね、えーまあ、コマーシャルタイムをいただきましてですね、まずね、コロナ日本国書ですね、これはね、コロナ対策、感染症対策ね、非常に重要なんですけども、自民党政権のもとではね、 科学的な知見に基づいた対策ではなくて利権に基づ,い基づいた対策になってしまってるんですねあなので、ね、失敗せざるを得ないんですよね、そのことを書いた本ですぜひ読んでいただきたいなと思いますそれから原発の日本列島ですねこれは地質学者でありながらですね同年動力炉核燃料開発事業団に30年間在籍されたですね庁舎の土井和美さんがですね能登半島をはじめ日本全国のね あの地質を調査したんですねその結果、日本列島の地質の上には、原子力発電所を作ってはいけないという結論に達したんですね。生涯をかけて達した結論なんですね。ぜ、え、ひ、ー、読んでいただきたいなと思います。それから、えっと、<laughs> アメリカ文学のね、アメリカ新聞学の貴州、トミー・オレンジですね。トミー・オレンジです。えー、アメリカの数用な賞であるですね、ヘミングウェイ賞。それから、 全米図書館賞を受賞した、えー、非常に注目されている問題作です。えー、ドステイスキーそれからあウィリアム・フォークナーの直系にあたる小説家です、えー。僕の見るところですね21世紀のフォークナーになることは間違いないと思いますね。えー、これね物語物語自体がすごく面白いんです。ね、でそれに加えて、えー、この翻訳ですね日本語訳これが自然な日本語としてですね、えー、読めるんですね。 なのでね、この物語の面白さと相まってどんどん読み進めることもできるですね非常に興味深い小説です。ぜひ読んでいただきたいなと思います。そしてこれがですね僕が関係させてもらっている、えー、五月消防新書の新刊なんですけども今日本全国地方の方ではですね、えー、本屋さんが少なくなって本を直接買えないとか あるいは Amazon でも本を買ったことがないという、ね、方もいらっしゃるかもしれませんけれどもそういう方は5月消防審査に直接ファックスなり電話なりしてきていただきたいと思います、えー、郵便振込とか銀行振込で対応したいと思います5月消防新査のファックス番号電話番号は104の方ですぐにわかりますのでぜひですね、えー、積極的に行ってきていただきたいなと思いますというわけですので本日この回はこれで終わりたいと思いますどうもありがとうございました